はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、慢性腰痛でお悩みのあなたにですね、慢性腰痛改善のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、お分かりになる通りですね、ダイヤモンドヘッドビューですね。はい、ハワイに来ております。こんな感じのですね、まあ、ハワイのですね、オアフ島の、まあ、本当山の上の方のですね、家を借りてですね、滞在しております。 Airbnb というですね、まあ、いわゆる民泊ですね。はい、まあ、貸別荘みたいな感じですね、の家をですね借りて滞在させていただいております。はい、で今日ですね、何のお話をさせていただくかというと、今日はですね、ここはワイキキですね。あ、はい、これワイキキですね。はい、ダイヤモンドヘッドですね。はい、そうですね、今日何のお話をさせていただくかというと、今日はですね、まあ、解剖実習のですね、前日ミーティングの日になります。はい、前日ミーティングというところで、まあ、解剖実習のですね、こう一通りの流れをですね説明してもらうということの日になるんですけども、解剖実習にはですね、まあ、日本国内からのですね、まあ、私と同じようなセラピストの先生だったりですね、まあ、アメリカで働くですね、まあ、あのセラピストの先生だったりですね、アスレチックトレーナーだったりですね、まあ、いろんな個分野のですね、体に携わるですね、先生方がこう集結するんですけども、はい、まあ、いろいろそれぞれのですね、方それぞれ目的はあるかと思うんですけども、私のですね、まあ、解剖実習にかける思いというかですね、それを、まあ、今回ですね、お話しさせていただければと思います。はい、もしご興味があればですね、ご覧になっていただければと思います。あとですね、まあ、興味なければちょっとこの景色を楽しみながら見ていただければと思うんですけども、まあ、解剖実習ですね、まあ、解剖実習、まあ、学生の時も行いました。学生時代ですね、まあ、日本の国内の病院でドクターがですね、解剖したものをですね、私たちが見るということはしたんですけども、今回の解剖実習は私たち自身がですね、まあ、メスを握って、まあ、検体をですね、解剖させていただくというところで、まあ、本当に体の隅々まで私たちが見たいところまで見ることができます。はい、で、まあ、確かにですね、実際現時点で私もですね、まあ、治療の技術としてはですね、まあ、今まで勉強してきたので、結果というところではですね、ある程度結果が出るっていうことはですね、私自身の中でもすごく自信を持っているんですけども、今回なぜ解剖実習に参加しようと思ったのかというのはですね、やはり地域のですね、医療との連携ですね、はい、地域医療との連携をですね、していきたいっていうところがですね、一番の目的になります。はい、まあ、結果を残したとしてもですね、太陽が出てきましたね。結果が出たとしてもですね、やはりですね、まあ、地域の、まあ、特に整形外科の先生だったりですね、そういった方からはですね、まあ、相手にされないんですね。実際のところ結果が出たとしてもですね、はい、病院でなかなか良くならなかった方に対して私がですね、施術とですね、まあ、指導をしてですね、良くなられたとしてもですね、まあ、相手にされないんです。まあ、代替医療の域を出ないというところですね。でそこでですね、やっぱりどうしていけばいいのかというとですね、やっぱエビデンスっていうんですね、まあ、証拠ですね、医学的な確証だったり証拠っていうのが必要になるんです。はい、でそれがですね、やっぱり解剖実習っていうのはですね、まあ医学部の教授の先生とですね、まあ、私もこう聞きたいことが山ほどあるのでですね、今日の前日ミーティングでもいろいろ質問させていただこうと思うんですけども、それを確かにしてですね、まあ、解剖学的にですね、実証、運動学的にもですね、実証していけばですね、それがですね、まあ、メディカルにですね、しっかりこう認められればですね、じゃあこの方だったら先生に見てもらえばいいんじゃないかっていう形になればですね、すごくこう患者様のためというか地域のためになるんですね。私はですね、今まで、まあ、病院で良くならなかった方がいらっしゃってですね、私が治療させていただいて、まあ、良くなられた方ですね、病院のことをこう否定するようなこう言動だったりですね、はい、そういった発言をしてきたんですけども、まあ、ちょっとこれから大人になろうと思ってですね、患者さんのためを思ったらですね、実際のところ、まあ、病院との連携ができれば一番だと思うんですね。逆にですね、私が見させていただいて、まあ、この方はちょっともう私の管轄外かなっていう方もいらっしゃるんですね。
結局手術適応ということですね。手術適応の手術が必要な方に対してですね、私が無理にですねこう抱え込んでもやっぱ患者さんのためにならないんです。で逆にですね、病院ではですねなかなか良くならない方でも私たちがよくできる方っていうのは実際いらっしゃいます。そういった方をですね、病院の先生からしっかり紹介をいただけるようなそんな形をですねできれば、まあ患者様のためにも地域のためにも、もちろん私のですね仕事のためにもなるっていうことがですね、まあ、よく仲間と話すことでもあります。それをですね実証するために今回ハワイに来たわけですね。はい、まあ昨日今日とですね、まあ家族サービスでですね本当に買い物だったりですね、美味しいもの食べに行ったりとかしていたんですけども、今日からですねちょっとスイッチ切り替えてですね、やっていきたいと思います。はい、またですね、まあ解剖実習のですね合間というかですね、実習中だったりですね、そういったところでこう皆さんにシェアできることがあればですね、またお話しさせていただければと思います。はい、本当にですね、まあ、治療家として生まれ変わるためにですねハワイに来ましたので、はい、しっかりですね勉強させていただいて、また、生まれ変わった私をお見せできればいいと思います。はい、といったところですね、本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。